金康は東京都文京区本郷三丁目に存在する雑貨店。江戸の範囲を表す本郷も金康までは江戸のうちの川柳で有名。金康を起こしたのは初代県康ス,スケツで京都で口注意をしていた。口注意というのは現代でいう敗者である。徳川家康が江戸入府した際に従って江戸に移住し口注意をしていた。 元禄年間に歯磨き粉である乳香産を製造を販売したところ大いに人気を呼びそれをきっかけにして小間物店金安を開業する乳香産が爆発的に売れたため当時の当主は弟にのれんわけをし芝にもう一つの金安を開店した同主の製品が他でも作られ売り上げが伸び悩むようになると本郷と芝の両店で元祖争いが起こり 裁判となる。これを裁いたのは、大岡忠助であった。大岡は、芝の店を、金安、本郷の店を、金、安とせよ、という処分を下した。本郷の店がひらがななのはそのためである。その後、芝の店は廃業した。1730年、大火事が起こり、復興する際、大岡忠助は、本郷の、金安があったあたりから、 南側の建物には塗りや土蔵造,造りを奨励し、屋根はかやぶきを禁じ、瓦で吹くことを許した。このため、金安が江戸の北限として認識されるようになり、本郷も金安までは江戸のうちの川柳が生まれた。なお、1818 18年に江戸の範囲を示す守備機が定められたが、これは金安より遥か北側に引かれた。 東京という都市部において度重なる大火や地震、戦災を経ても同一店舗が400年にわたって存在するのは珍しい事例である。なお、現在は7階建てのビルディングとなっており、2階以上にはテナントが入居している。ありがとうございます。